2022年8月も後半になり、プロ野球のレギュラーシーズンも各チーム残り30試合足らずとなりました。優勝の行方やクライマックスシリーズについてワクワクする一方、選手の戦力外や監督の去就についても気になり始める時期です。特に現在 B クラスに低迷する巨人で長年指揮を取る原辰徳監督については、その動向が常に注目されています。ところで、かつて球界を揺るがす大問題となった原監督の1億円事件について、実は元横浜 DeNA ベイスターズ監督の中畑清さんなど様々な関係者が関わっていたことをご存知でしょうか。1億円事件、ことの始まりは1988年まで遡ります。当時現役の選手だった原監督は、兵庫県芦屋市の巨人常宿のホテルで勤めていた女性と関係を持ちました。この時すでに原監督は既婚者なので不倫関係ということになります。その後何らかのトラブルがあったと思われ、その女性は1995年の阪神淡路大震災の頃に失踪。女性は原監督との関係について日記にしたためており、それがとある人物の手に渡ります。そして2006年、元暴力団関係者らがその日記をネタに原監督に接触。このスキャンダルを表に出さない代わりに1億円を支払うよう要求され、原監督はその日記と引き換えに支払いに応じたといいます。この件について球団に報告せずにいた原監督でしたが、それで解決とはいきませんでした。2009年、別の男から球団に連絡があり、例の日記を返すようさらなる恐喝があったことから球団の知るところとなったのです。そして2012年6月、原監督が過去の不倫問題をネタに揺すられ、元暴力団員の要求に応じて1億円を支払っていたと週刊誌が掲載しました。当時も原監督は巨人軍の現役監督だったことから、球団は緊急会見を開いて釈明、不倫や支払いに応じた事実を認めて謝罪する一方、相手が反社会的勢力であるとの認識はなく、そのような勢力との交際もないと反論しました。しかし週刊誌側は、相手は反社会的勢力だったと主張。これに対して巨人側が週刊誌を名誉毀損で提訴。結果、東京地裁の判決では、週刊誌側の取材は当事者や関係者から信用に値する情報を得ているとし、2016年に巨人側の敗訴が確定しました。ちなみに相手方が反社会的勢力と認識した上で金銭をやり取りしていたことが事実となると、野球協約に抵触し永久追放となる可能性があります。巨人も当時の NPB コミッショナーもそれ以上追及することはしておらず、このまま静かに時が去るのを待っているものと思われます。なお、1億円事件に関する球団の会見の際、原監督のファンに対する謝罪文も公表されましたが、合わせて清武さんへと題したもう一つの書面の存在も明らかになりました。清武さんへ。清武さんとは元巨人球団代表の清武秀俊さんのこと。清武元球団代表は長年読売新聞社に勤務し、2004年に球団代表に就任すると育成選手制度を創設し、生え抜き選手の育成に尽力。2007年からのリーグ3連覇にも貢献したとされています。球場にも頻繁に足を運び、試合で活躍した選手の労をねぎらうなど、選手と近い位置で球団を見守る存在でした。しかし2011年11月、文部科学省記者クラブで吉峰博治弁護士を伴い、読売巨人軍のコンプライアンス上の重大な件と題した記者会見を開き、当時球団会長だった渡辺恒雄さんに対し、チーム人事などにおいて不当に介入していると告発。いわゆる清武の乱です。清武元球団代表はこれを機に一切の役職から解任される事態となりました。原監督の事件が週刊誌によって明るみに出たのはその翌年のことです。清武さんへと題した書面の内容は、巨人軍の選手 OB 関係者を傷つける報道が相次いでいます。こんなことがなぜ続くのか、清武さんの他に一体誰がいるのか、巨人軍の一員だったことを誇りとして、これからを歩んでください、まだ間に合います、というもの。一連の情報流出について清武元球団代表が関与しているとの見解を示し、これ以上の暴露をやめてほしいと訴えるものでした。清武元球団代表と巨人の間では
報道の出る数ヶ月前にも別のトラブルが起きていました。2012年3月、朝日新聞が巨人の新人選手の契約金をめぐる詳細記事を掲載。これについて球団側は清武元球団代表が資料を提供したと批判。清武元球団代表はこれを否定し、訴訟にまで発展したのです。原監督の示した清武さんへという内容はこちらのトラブルともつながっていたとされています。中畑清も関与。この一連の事件で名前が出てしまったプロ野球関係者は他にもいます。最初に原監督に接触し1億円を受け取った元暴力団関係者とされる2名のうちの1人は当時楽天イーグルスの現役選手だった人物の父親、圭司とされます。さらに圭司らと原監督の間に入り1億円の取引を成立させたのは巨人 OB で原監督の元同僚だった中畑清さんだという続報が伝えられました。圭司と中畑さんは古くからの知り合いで、さらにその息子が中畑さんと同じ駒澤大学からプロ入りしているという共通点もあり親しい間柄だったとされています。例の日記を手に入れた圭司らは原監督と連絡を取れるよう中畑さんに依頼。中畑さんは、野球選手は2000万か3000万しか持ってませんよ、今度だけは達を助けてくださいと言いながらも原監督の携帯番号を圭司らに教え、原監督に対しては、圭さんという人が助けてくれるからその人の言う通りにしたらどうかと伝えたのです。一連の報道があった2012年当時、中畑さんは横浜 DeNA ベイスターズの監督になって1年目。もしこれが事実ならば原監督のみならず中畑監督の立場も相当危ういとされました。当の中畑監督はこれらの報道について、圭司と知り合いであることは認めながらも、事件については全くわからない話だ、もう勘弁してくれと言っただけでした。しかしその後の週刊誌の続報によると、中畑監督は原監督の女性問題について相談があると圭司から持ちかけられた際、関与したらまずいなって感覚もあったので双方で話し合ってくださいと圭司に話して終わったと話しており、両者を引き合わせたことを認めたとも取れます。いかがでしたか？目を覆いたくなるような闇の深い話ですね。プロ野球は子供たちの憧れであり、国民に元気や希望を与えてくれる存在。場外乱闘はほどほどにして、グランドの中で私たちを魅了し続けてほしいものです。